お疲れちゃんです。ラットでした。けで、今回もクラッシュライルやっていくんですけど、今日はね、こちらのオールブレイカーデッキ紹介したいなと思います。だけで、結構高回転目の、今回マスケですね。今まで高回転のオールブレイカーといえば、マジックアーチャーだったんですけども、このマスケ方がね、今めちゃくちゃ増えてきてますというところで、まあ理由としては、このね、右端さんがこのデッキでグロ1位いったので、まあだと思いますね。まあ誰が作ったのかわかんないんですけども、まあ、あの人がこのデッキ使ってグロ1行ってたので、まあそれを見て多分みんなね、また使ってると、まあ言ったところで、さあやっていこうかなと、思います。ちょっと充電がないですね。なので、充電器を探そうと思います。危ない。間に合いました。ああ、待って、違うアンドロイドの充電用の充電器だったので、諦めます。よろしく。さあさあさあ、で、非常に高回転ですね、これは。で、まあ、マスケの理由としては、多分、ラバルが今めっちゃ多いんですよね。ラバルが多いのと、まあ、あとは、ラバルが多くて、マジアチャー対決とか、マジアチャにも多分強いからだと思うんですけどね、僕としては。もう、遅延スキラとかかな、これ。遅延スキラっぽい顔を非常にしてますね。タルババ?ああ、タルババ回ってなかったのかな。これスケでちょっと気持ち延命して、ウッド、ナイトアイスずっと取るね。ああ、あれですね。あれだ、あれだ。あの、クロスだ。クロスです、クロス。なので、うわぁ、すっごい。うわぁ、おしゃれなアイスイズですね。これ取れねえか?ああ、回ってないか。ああ。さあ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 。壊していきます。ウッド?うん。これマスケが。あ、アイグル2つすればよかったですね、今の。今のアイグル2つしとけば多分、普通にマスケ残ってた説ありますね。いや、もったいない。まあ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 。アイスイズナイトですね。テスラのクロスボウ。ロケット削りが怖いですね。防衛クロスされてからの、ちょっとね、そこが問題かなと思いますが、しっかりこう攻め続けたいですね。防衛クロスを超えた時にも、やばい!やばいですね。守りの構え。まあ、攻めちゃいますね。じゃあ、逆サイ。テスラあっち行ったので、じゃあ逆サイ行きまーすっていうやつですね。うっとしても入るんじゃね?おー、一発?二発?うえーい!気合が違いますね。まあ、テスラあそこに置かれたら逆サイ攻めればいいよっていうやつですね。で、からの、こうボーイクロスそうですね。来るので、ここ攻めますね。ここ攻めて、ここを攻めてあげることによって、よいしょ。で、トルネも多分来るので、こっち側にオールイカ飛ばしつつ、ちょっとプレッシャーになると思いますね。これだけで。これだけで、OK。クロスを、防衛クロスをこれで壊せてるので、あと同じことをするだけで、僕の、こう、ペースはね、ずっとつかめるかなと思いますね。よいしょ。さあさあさあ、で、アイスイズ処理しに行って、ウッド咲いたので、飛ばしてあげて、これなんとなく雪玉打って、なんとなくですね、非常に。この雪玉打って、まあ特に変わったことはないですけども、これを繰り返すだけでいけると思いますね、ぶっちゃけ。ボーイクロス残ってるんで今危険ですね。攻め取るの警戒いい。さあさあさあ、で、マスケの位置はちょっとね、一応、あるんですが、よいしょ、ちょっと待ってね。はい、耐える。耐えれば僕の勝ちなので、焦る必要はないですね。で、ここは攻めですね。攻めディガーでタワー削り、オッケー、アイスイズに多分、そこのコウモリに取り抜かないと、これ結構入りますよ。おー、いいね。さあさあさあ、もう永遠に攻めるっていうのが大事ですね。防衛クロスされた時に、やっぱ守りからね、入りたくなるんですよね、非常に僕も。これはいいロケか?あー、威力ですね。ゴールが10ワード、4ワード取れましたね。まあ、ですが、僕の流れがいいのには変わりがないと思うので、攻めつつね、しっかり攻めて、で、ディガーがいるので、焦らず行きましょうか。で、焦らず行きましょう。焦るのは非常に良くないですね。スケ?はい。で、スケか?おー。焦るな?焦るな、俺。ちゃんとアイグル置いて、で、この位置にアイグル置くと、相手のね、攻め取るねか。攻め取るね、っていうのかな。そう。お、歯が避けれるので。おー。いや、うまいですね、ちょっと。非常に。非常にうまい、今んとこ。さて、やばい。
さてやばいですが、焦るな焦るな俺。さあ焦らず行きましょう。耐えます。タワーは落ちなければ僕の勝ちなので、ぶっちゃけ。さあ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 、焦らず行きます。落ちなければ僕の勝ちですっていう風に行くと、非常にねポジティブにいけるんじゃない、いけるんじゃねっていう、すげえ他人事、いけるよね、ポジティブにね。あ、だってあやこれのパフリ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 ゲーミング、あぶねー、グッドゲームですね。さっきのクロス怖いですね。両方立った時にやっぱこうね、あー守んなきゃってなるんですけども、タワー折られなければ僕の勝ちなのでっていうポジティブ精神ですね。まあ言っちゃえばタワーの HP11 残って勝てば勝ちなので、まあ1000、まあ相手がロケットあるんでね、700、800まで行くとちょっと危ないんですけど、まあ1000残ればさすがにロケ2周ってなるので、まあうまい具合にねこう許容して見極めて、しっかりディガーもね途中防衛クロスにも飛ばしてたんですけど、まあどうだろうね、あんま飛ばさない方がいいですね。基本的にこうタワーの攻めの削りがディガーだけになるので、ディガーをこうクロスボーンに飛ばしてしまうとタワーをね全く削れないターン になってしまうので、ちょっとでもねディガーをタワーに飛ばした方がいいと思いますね。なんで飛ばしたり飛ばさなかったりを繰り返せばいいと思いますね。基本的に飛ばしてちょっとやばいなと思ったら防衛用ディガーとかでいいかなと思いますね。いやー、うまいマスケですね、これは。ホグ説はありますね、ホグ説は。雪玉？はい、アイゴで受けて。クエイクホグじゃないかな、この人。多分ですけどね、僕の予想が正しければ。多分クエイクホグ。うわー、全然違う。ごめんなさい、ジェイでした。ディガーボールベーカーまでやっちゃっていいかな、ジェイマスケ。あーで、何も出ないから、追加して、これも、わ、ジャイスケラか。ジャイスケラならば、早急に溶かした方がいいっすね。あ、ちょっとやばいかも。待って。いや、ちょっとやべえ、これ。うわー、ちょっとやべえ、これ。スケからの、あー、いい防衛、いい防衛。オッケーオッケーオッケー。あ、待って、こっちで。あ、待って待って待って、あー、ウォールブレーカー、迎えに来てくれー。さあ、ジェイスケラですね。これは、勝てないことはなさそうですが、相手の陸行きがスケアミか。スケアミを突破してしまえば、僕のミニペッカーは刺さると、思いますね。ですが、多分、ヤナアメユキなんですよね。ヤユキっていうのが、非常に厄介ですが、多分、勝てますね。勝てます。頑張りたいと思います。で、次逆サイジアイスケラ来たら捨てて1交換しちゃいたいですね。ぶっちけアイススケラなんで、あ、これですね。ここも1交換しちゃいたいと思いますね。でスキャミ防衛をしてくるのをどうにか読みたいですね、僕としては。で、あれに打つと多分来ますね。うわー、なんかうめえな。うわー、なんかうめえな。なんか位置がいやらしすぎるだろう。で、これ相手2タイムジャイも回りますしね。うわー、やべえですね。いや、どうせなら耐えたい。どうせなら耐えたい。ここぐらいのダメージなら耐えたい。落ちるんかい？落ちんのかい？雪玉打って、これにスキャミ絶対来るでしょ？でも俺は何もできないと。なるほどね。まあ、こういうことですか。ザップ欲しくなりますね。マットはちょっと序盤のダメージなければって言ったところかな。雪玉咲いた。耐えますよ。うまい具合に振っていきたいですね、僕は。非常に単体ミニペが絶対どっかで刺さる。で、絶対高めスケアミだと思うんだけど、どうだろう。ういー、まあ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 、いや際どいか。いや間に合うな。でもスケアミがまだあるターンなんで、一回我慢して我慢して、で、このスケルトン物体ね、ヤナメがサク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 、あー、ヤナミサッパー無理ですね。グッドゲーム。いやでもね、多分勝てるんですよね、これは。勝てるというか、勝てないことはないと思います。ヤナメユキで僕のウォールブレーカーとコウモリは多分通んないんですけど、結局回転こっちはちょっと早いので、いつか通るのと、相手はヤナメユキなので僕のマスケットの処理が苦しい。で、相手のジャイはミニペッカで速攻を溶かせばいいので、僕がスケルトン1回目ですね、1ターン目に大ダメージ受けたのが一番よろしくなかったですね。あれさえなければ多分もっとこう
ね、じりじりゲームができたと思うんですが、ちょっとなんかうまいことやられちゃいましたね。続けます。ああ、バッテリー 20% ここできた。エレキメガゴ、J っぽいですけどね、これ J 以外に考えられないですね。最近、ああ、SK っすね、これ。スケルトンラッシュ。SR か、それ。まあ、スケラですね。ああ、これは、いや、ウッドがいいな。スケラに対してウッドだとね、すごい防衛が優秀なんですけど、スケだと非常に防衛しにくいですね。これ一回待っていいな。ババコアですね。ナイトレキ、ベビーガゴ、ババコア、スケラ。これ、ウォールブレーカーで釣って、防衛しつつ、ああ、エレキか。となると、こっち側の防衛は何でする？ベビーかな？あ、でも後ろに、うわぁ、不沈ねえか。まあ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 。で、スケラー、相手は陸受けが少ないですね。相手が陸受けが少ないっていうのを覚えておきましょう。なので、相手がスケルトンラッシュ打ってきたときに、ミニペッカを攻めで端前にポイって出すだけで、相手は非常に苦しいと思うんですよね。積極的にミニピョンを展開していきたいですね。で、マスキアベビュー系かなんか防衛で使いたいですね。ちょっとこれが非常に困りますが。今、エレキも何も回ってないと思うので、ここのコウモリが非常に辛い。ギリ回ったとかかな。いや、これで回った。そうですね。回転で攻めれば、OK。ここの相手絶対あれがきついと思うんですよ。ミニペ、攻めミニペ。スケラ来たら攻めミニペいきます。はいはい。ああ、ポイズンか。ポイズン使ったな。アイグルミーペイ、コウモリまでやっちゃって。からの、ああ、雪玉やってもいいか。まあまあ。セーンウォルブル。これでミニペイにもう一枚受け出すでしょ。はい。こっち刺さるで、ここ高めマスケで処理しちゃいますね。タルババまで使った。美味しい。で、これもう一回左側、アイゴレミニペですね。で、ババコヤで受けてきても、ババコヤ壊せて、コウモリまで追加することによって、ババコヤともう一枚咲かないといけないんで、相手は11コスぐらい咲かないといけないんですよね。ここで、ここ、大きく、フチル、フチル、フチルで、小屋が壊れるので、このウォールブレーカーを相手は止めれない。オッケー！とりあえず適当に雪玉でも打っておきましょうかね。はい、コール。で、問題は次の相手のスケルトンラッシュを守れるか。守れるか？来るか？どっちに来る？はい、アイゴレツルー。うい、あ、これはこれはちょっとやばい。まあ、防衛ディガーもやりつつ、防衛雪玉を様子見て、様子見防衛雪玉で、フィニッシュ。危ねえですが、結局、今みたいな回転ですね。相手が、なんだろうな、相手がユニット裂いたので、ケツからこっちも裂いたりはあるんですけども、結局、自分から回転が早いので、どん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 自分から攻めて、アイグルミニペコウモリですね。で、攻めて、相手の守ってきたのをマスケットで回収。で、また自分からこう、ここの周りで攻めて、マスケットで回収っていうのが結構大事になってきますね。これは、高回転のホグデッキを使ってても一緒だと思います。ホグデッキとか、まあ、ウォールブレーカーとか、まあ、高回転なんだろう。枯渇はまた話が違いますね。ですから、高回転ホグとか、高回転ウォールブレーカーは基本的に、この枠は待ち伏せでも、基本的に攻めて、で、相手のベビーとか、ああいう、なんかで対応して、マジアチュとかをマスケットで回収して、周りね、また高回転攻めてを繰り返せば、意外とね、いい感じになるんじゃないかなと、思います。いや、ジャイスクラに負けたらちょっと悔やまれますが、最後の立ち回りは結構良かったんじゃないかなと、思いますんで、よければ参考にしてください。では、チャンネル登録もお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。